随一エッジと進み方ループジャンプは、フィギュアスケートにおける、ジャンプの種類の一つ。単に、ループとも、考案者の名をとって、リットベルガーとも呼ばれる。ループループジャンプ、ナミード、中ジャンプ直前の腰掛け姿勢が、チェックポイント右足踏切で、等を使わないジャンプが、ループジャンプである。右足外側のエッジで滑りながら、左足を少し前に出して、 滑ってきた勢いを使って踏み切る。飛ぶ瞬間に椅子に腰掛けたような格好になるのが特徴。最後に紹介するトーループジャンプも同じように右足外側エッジに乗って飛ぶが、トーループはフリーレッグの塔を後輪につくので判別は容易であるだろう。比較的難度の低いループジャンプはトーループと同じくコンビネーションジャンプの2番目に飛ばれることが多いジャンプでもある。ただし、 着氷した右足で、トーピックの助けなしに再び飛び上がらなければならないため、トーループよりも難しいとされている。高難度 4A が最高の高難度 4T、4S、4度、4回、4リットル z 4A。高難度基礎点9.50、9.70、10.50、11.00、11.50、12.50。 基礎点10.50ソブ5位加点5位プラス1点0 5 5位プラス2点1 0 5位プラス3点1 5 5位プラス4点2 0 5位プラス5五2 5 5 5位減点5位マイナス1から1.055位マイナス2から2.105位マイナス3から3.155位マイナス4から4.205位マイナス5から5.25国際スケート連盟コミュニケーション第2168 52018から2019シーズンにおける価値、尺度、難度レベル5へ採点のガイドラインにより、1910年にドイツのベルナー・リットベルガーが初めて飛んだのが始まりとされている。そのため、欧州ではループではなくリットベルガーと呼ばれることが多い。1925年にはオーストリアのカール・シェファーが2回転ループジャンプに成功した。1952年、 アメリカのディック・バトンが三回転ループジャンプに成功し、1968年、ガブリエル・ザイフェルトが女子選手として初めて三回転ループジャンプに成功した。2016年9月、日本の羽生ュー・ユズルが四回転ループジャンプに初めて成功した。現在、ISU 公認国際大会で四回転ループジャンプを成功させている選手は、男子では羽生ュー・宇野昌磨。 ネイサン・チェン、ダニエル・グラスル、アレクセイ・クラスのジョン。女子はまだいない。ありがとうございます。